さあお次は分析いくぞ。まあもうね一回1000いっとくと安心なんでね、全部ゴールドで OK です。さあ行くぞ。 SPI 試験でよく出るやつ。3×10 に15、16、3、2、1、6×18、19、4、3、2、あそこは6、6、4、12、16、2、4、6×6×4、10、10、20、9、10、15、18、2の8、2、5、13、2、6、19、あそこが9でしょ、10、14、20、わかんねえこんなの。3、3、3、9、2、2、4、6、7、16、19、無理。難しい。全然最後の影のとこなかったんだけど、数えるの自体が難しかったわ。さて、これはむずい。これは本当にむずい。レイトン教授でよく見るけど、むずい。右。一番重いのは青。ちょっと待って。メロン重い、バナナ重い。メロン。バナナだ。これ本当むずい。金で。お前や。犬かこれ。そもそも犬かっていうところある。スクーター。うさぎ。バイク。これ、嘘？今の違うの？アリ、あ、なんでアリが一番重いんだ。それがおかしい。赤き、こっち。もうわけわかんねえ。日本語でオッケー？コウモリっぽい。割と勘が混じってしまった。まあまあ、金ゲット。型抜き楽しいんだよね。ただ難しいんだけどね。ほとんどないやん。全部か。考えない、だいぶ考えなきゃ。これは考えてしまうね。むずいな、これ。落ちるんだよね。これめちゃむずいね。一応金はいけたけど、ちょっと低すぎるか。もう一回いっとくか。これめちゃむずいね。
こういうの一瞬で解く人がいるんだもん、すごいよね。ああえ？あーむずい。そもそも超エリートまでたどり着けてない。ダメやな、難しいっす。まあまあ何はともあれ、これ楽しいよね。当てはまる写真はどれ？ブロコがない、惑星。え、ちょっと待って、ちょっと待って、惑星、月は惑星じゃなくて衛星だからみたいな、そういうこと？鳥、ペンギンも鳥だね。大きい順、小さい順。衛星か、わらわら。エラがない、惑星。背骨がない。唐突な理科の授業。生き物、花も生き物扱いか。大きい方から4番目、一番ちっちゃい。足が4本。小さい方から4番目。足が6本。虫だね。多いな。複眼。タコも。あー、ヘビか。羽がない。今、魚が来てさ。さっき、ちょっと待って、今なんで俺押した？な、お題見ずに押したんだけど、最後。ひどい。さて、さて。お、アカデミーの帽子。先生になれるぜ。やったね。いや、もう体がやっぱパジャマにしか見えないな。もうちょっと行きたいな。羽がある。尻尾がある。変温動物。小さい方から4番目。つまり一番でかい。クジラ。尻尾がない。もう一回。吸盤がある。パイナップルは節足動物。生き物。昆虫。大きい方から4番目、一番小さい。小さい順。嘘だー。小さい方から2番目。タイヤがある。お前のか。足が6本は虫。植物。これも植物扱いか。衛星。衛星の意味が。ひらがなかくんじゃねえよ。羽ってそういうこと。これはほんと頭使うね。頭が柔らかくなっちゃうからな。これはね、みんなで競争すると絶対楽しいやつね。ツッコミながら。衛星。衛星をひらがなで書くんじゃねえよ。いやー、いきなりさ、始皇帝出てきたらどうする？急にキングダムの始皇帝星が出てきたらどうするね。衛星だもんね、あいつ。そういう意味じゃねえって。ひらがなって難しい。まあまあ何はともあれ、まあ、全部ゴールドでド安定ということでね。さあ最後行きましょう。